速稼塾の久保です。今日はね、10月19日月曜日、5時33分の相場解説をこれから始めるところなんですけども、まだ当然ですけども相場の方は動いておりません。私10月はね、ちょっと成績がかなり振るわないんで、もしかしたらね、初のですね、赤字を出す月になるかもしれません。でもそれにビビらずにね、挑戦していこうかと思います。どんな挑戦をするかってことは、これからお話ししますけども、大体ね、全時間軸で売りなんですよ、今。でもそこをあえてね、これ買いに転ずるんじゃないかなっていうふうに、自分が不調ってことは、全時間軸が売りなのに、買いの方に行くっていう、説明不可能な状況に入っていくっていうふうに、逆読みしてですね、そちらの考察も今日から少しずつ始めていこうと思うんですよ。ただ、バイで入るっていうことを宣言するわけではありません。相変わらず、セルを基調して、見ていくわけなんですけども、もしかしたらここでね、私がセルだと思っているものが倍に変質するんじゃないかなっていうのは、その警戒感も不調の時だからこそ持っていこうかと思うんですよね。これが好調の時でしたらそんなこと考えずに、いやセルでいいんだの一本で行くんですけどね。ちょっとね、画面の方切り替えていきます。はい、これがね、週足なんですけども、こういう風になっているのはもう皆さんにもね、お話したところでございます。ここちょっと丸を2個しかつけませんけど、こうですよね。で、この丸に、ここに達すると上に行くっていうのはね、今までもお話しましたけども、今もここに達してるんで、こういうふうに向かうんではないかなっていうふうに考えるってことなんですよ。これが私の挑戦です。本来なら、上下しながらこっちの方向に向かっていく、この大きなね、矢印だというふうに考えた方がいいんですけども、ちょっと待てよと今思ってますね。そこだけをちょっとクローズアップしてみます。それが、これです、ちょっと中途半端な画像になりましたけども、本来でしたら移動平均線とこのね、陽線陰線の組み合わせをこういうふうにとって下の方に向かうっていうふうに、セルの方に行くっていうふうに判断する週足なんですよ。でも今回に限ってはこういうふうにも警戒しようかと思うんですよ。これがここに達したんで、ここにね、もしかしたらこの伸びがあるんではないかなっていうことですよね。それを裏付けるほどではないんですけども、最後のこの形成中の陰線っていうのが下髭を出してますよね。下髭陰線なんですよ。これは上に向かう可能性のある陰線なんですよね。陰線っていうのは基本的に下に向かっていくことを示すんですけども、下髭を出した陰線なんですよね。だからこういうふうに小さなところに気づいていこうかなと今回考えてます。でも基本的に全体的にセルなのは変わらないですよ。そういうふうなことも考えていくと、倍の可能性も考えていくということなんですよね。で、これが日足なんですけども、日足はもうね、まごうことなくこっちの方に向かってるんですよね。だからこれがこういうふうに向かうこと考えられないんですよ。考えにくいんですよ。でもこういうふうな瞬間的な、逆 V の字がありえるんで、それが来るんではないかなというふうに思うのは、そんな無茶なことではないですね。セルだと思いますけどね。で、これが、4時間足なんですけども、4時間足が、ここからね、もうちょっと本当に簡単にやっちゃいますけども、この力点に絡んで、上昇が始まるっていうふうに考えるんですよね。ということは、ここも超えるっていうふうに、想定することになります。これがだから私の今回の挑戦です。普段はこんなこと考えません。普段はこれがそのまんまバウンドして下の方に突き抜けていくと。で、意識するべきゾーンってのはここになるわけですよ。本来はこうじゃないかなと思います。こっちに行く可能性が 90%。残りの少ない可能性としてこういうふうに上に抜けていくってことを考えてます。両方考えていきます。1時間行きましょうか。ね、1時間、これがね、上昇に向かうことを考えにくいんですけどもね。ただやっぱりね、無理に考えていくとここです。ここが安値切り上げ、高値切り上げになってないな、なってないな。このネックライン超えてないですもんねでも移動平均線は上の方に向かってますんで、こういかないと思いますけどもね。ただ少ない可能性で倍に向かうってことを頭の隅に置きながら、セル戦略を立てていこうかと思いますね。
ということでね、今回は何かと混乱の多い相場解説だったんですけども、今回の件はね、あんまり多くの方に参考にしてほしくないなと思いますね。ただ1週間ほど経って、結果的に私のね、この倍があるんじゃないかなっていうようなところで、思った通り倍になったら、ほらねっていうふうに言えるかなというところでございますね。そんなね、見栄を張ってもしょうがないんですけども、まあ10月に入ってずっと不調ですんで、不調な時はいつも思ってるのと逆が来るんじゃないかなっていうふうな、ちょっと逆張り発想をね、ギャンブルとか博打とか麻雀ではないんですけども、ちょっとだけ頭の隅に入れていきながら、だからオカルト見えてるんですよね、こういう考え方っていうのは。あんまり良くないです。だから私の考えてるテクニカル理論っていうのは、いつも同じように考えていって、そのいつもと同じ考えでダメなんだったら、それは負けの4割が来たっていうふうに思えばいいじゃんっていうことなんですよね。だから基本的には 90% ぐらいの気持ちとしては、そっちを許容していこうと思うんですよ。まあ残りの 10% を意識して、6対4を3対7に向かわせるための第一歩、それが私の今回の挑戦かなってことですね。はい、ということで以上でございます。じゃあしばらく様子を見させてください。ではいってらっしゃい。